皆さんこんにちは。高山右近記念資料館の館長の奈良です。今日はエペソ人への手紙の2章8節から御言葉を聞かせていただきましょう。それでは聖書をお読みいたします。エペソ人への手紙の2章8節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。以上です。今日のテーマは驚くばかりの恵みに感謝ということです。私たちはいつでも神様から多くの目に見える見えない形で恵みをたくさんいただいています。ただその恵みが恵みであると気づかない場合の方が多いと思います。聖書で言う恵みとは、神様が私たちに一方的に好意を持ってくださっていて、その好意のゆえに私たちが考えもしない祝福を与えてくださるということです。これは神様からの驚くべき私たちに対するお取り扱いなのだということですね。信仰力いろはの説明では次のように言っています。自己中心から神中心にシフトを変えるだけで、これまで見えてこなかった恵みがあふれてくるとあります。シフトを変えるとは、自動車の運転のことを思い出していただければよくわかると思います。最近は自動車を運転するにもオートマチックの車で運転しますから、シフトを操作してギアをチェンジするという運転がなくなりました。でもこのシフトを変えるということは、車のことだけではなく、今では勤務体制の変更をするときにも、あるいはその他にも何かを変更するときにシフトを変えるという表現を私たちはしています。同じように私たちの信仰生活にも似たようなことがあるのです。私たちはクリスチャンだとは言っていますが、自分の生活を振り返って何中心の歩みであったのだろうかということです。自分はクリスチャンなのだから神中心に生きていると思っているのでしょうが、実際には神中心に生きていると思っていても、とてもそう言えない自分であることも分かっています。神中心と口で言うのは簡単ですが、それを言うのもどなたでも自分が完全な神中心の生き方をしていると言える人など誰もいないと思えるのです。自分の生活の中で行っていくことはとても大変です。でもそれでも神の恵みによって今の私がいるという思いこそが私たちの本来の生きる力となっていくのです。改めて私たちももう一度自分の心を考えてみましょう。そして自己中心から神中心の私に生きていけるように、私を通して主が喜んでくださるよう私の心の中心をシフトしたいと願い、聖霊の協力を切に求めていきましょう。神の私のためにしてくださった驚くべき恵みを感謝しましょう。そのような神の御業を褒めたたえましょう。賛美しましょう。そのように願った人は自己中心から神中心にシフトを変えるだけで、これまで見えてこなかった恵みがあふれてくる毎日を歩んでいけるのです。あなたはどうしますか？
お祈りしましょう。父なる神様、私はあなたから多くの恵みをいただいているというのに、どれだけ自己中心に歩んできたことでしょう。あなたを中心にした歩みを送ることができるように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。